7月23日、株式会社宇和島プロジェクトの木和田社長らが愛媛県庁を訪れ、県と共同開発した養殖ぶり、チョコぶりの販売状況を中村知事に報告しました。木和田社長は、いろいろな報道がなされて問い合わせもかなり来ており、お断りしているところも多いと報告しました。これに対して中村知事は、チョコぶりは日持ちが良くなるという目に見える効果があるので、全国から問い合わせが殺到している状況にある。アイクフィッシュ全体の底上げに直接結びつく、エース級の魚になる可能性があると期待を述べました。